今回は川崎周辺のラーメン屋さん、お食事どころ飲みどころ、第4弾になりますね。まずは手打ち中華そば坂田さんですね。こちら川崎では珍しいんじゃないですかね。もう本当にあのケンちゃんラーメンインスパイアって山形の有名ラーメン屋さんをインスパイアしてる山形ラーメンのお店ですね。手打ちで縮れ麺で、まあ、幅広のピロピロ麺ですね。めちゃくちゃ美味しいです。煮干しが効きながらこの良質の油をたっぷり入れて、でもこってりかっていうとそうでもなくて、さっぱりしながら深みのあるラーメンなんですね。僕は残念ながらそのケンちゃんラーメンっていう山形の有名ラーメンは食べたことがないんですが、こちらの坂田さんのラーメンを食べるたびにその本場のケンちゃんラーメン食べてみたいなって思うぐらい、こちらめっちゃ美味しいですね。こちら鹿島田だか平間だか、そっちの方になんか2号店ができて、そちらも今いい感じになってるみたいで、ぜひ行ってみてほしいです。そしてこちらが京急川崎のあのメインの出口じゃなくて、なんていうんですかね、降りると右側にちょっとちっちゃい出口があるんですけど、そこの、降りたところのすぐの、先駆け星さんですね。こちら館内の、吉田町にある麺屋先駆け星さんの2号店になります。去年ね、結構ちょい前ぐらいにオープンしたんですけど、僕今回初訪になります。こちらは国塩っていう、まあ限定30食とかっていう、まあ館内だと20食なのかな、それがまあ売りのお店なんですけど、まあ先駆け星ファンたちはみんなね、鴨つけ麺とか鴨そばっていうのを欲してるんですけど、なんかね一般受けしてないみたいで、あんまり出ないのかなんだか、まあ店がプッシュしたいのかわからないんですけど、あんまり出ないんで、川崎店はつけ鴨つけはなくなってましたね。それで逆になんかその川崎店独自のコク醤油っていうのが出てたんで食べてみました。こちらはそれですね。先駆け星さんの特徴としては、パスタスパゲティとかに使うドゥラムソムリなこう麺に使用してるんで、なんかちょっとね硬いんですよね。だこの麺が嫌いって人と好きって人と分かれると思うんですけど、ちょっとね独特の食感です。僕は美味しいと思いますけどね。それとこちらの限定の醤油、黒醤油にはついてなかったんですけど、トリュフオイルを使うっていうのが先駆け星さんの特徴です。そしてこちらが川崎といえばもう麺屋利八さん、もうめっちゃうまいラーメン屋さんですよね。こちらはマスターがね、日本酒好きでもまあ有名で、日本酒の品揃えはとっても素晴らしくて、ほぼほぼ美味しい日本酒ばっか揃えてます。こちらね、限定ラーメンとかいろんなラーメンにも力入れてるんですけど、今回は初心に戻ってレギュラーのラーメン食べてみました。なんか僕は知らなかったんですけど、どこのタイミングだったのかね、わかんないですけど、なんか調理法を変えたみたいで、レシピはね、無課長になったんですよね、利八さんはね。で、無課長でこのコクと旨味出すってやばいんじゃねっていうぐらい、もう無課長とか信じられないぐらいめっちゃ美味しいです。さすが川崎ナンバーワンラーメンだなって思いましたね。もうぜひね、利八のレギュラー食べてほしいです。そして前から気になってたこちらのサウナではなくてですね、焼肉ライクさん、なんかね、安くて焼肉食べれるっていうのは分かってたんだけど、どうなんだろうと思って一回行ってみたいんですけど、ルールとかよく分かんないんで、ずっとね来れなかったんですけど、勇気出して行ってみました。まあ、よく分かんないんでね、このダブルカルビっていうのを頼んでみました。この時はね、禁酒してたんで、なんかサービスのコーラをいただいて、コーラと焼肉っての初の体験だったんですけど、どうなんでしょうね、微妙ですね。やっぱり焼肉にはビールが中杯ですよね。そして焼肉食べさせていただいたんですけど、ちょっとノーコメントで行かせてください。
そしてこちら、川崎貝塚にある、曲がり鳥さんですね。こちらね結構ね昆布水使ったつけ麺が、売りのお店だと思うんですけど、醤油もね塩もなかなか美味しくて、今回来てみました。こちらのね近くにね、新極新会川崎東湘南支部のね川崎道場っていうのがあるんですけど、とっても素晴らしい道場なんで、ぜひ空手習わせたい人は行ってみてください。たくさんのチャンピオンがいるところで、この曲がり鳥ってから歩いて、30歩ぐらいのところです。今回は塩そばを行かせていただきました。最初はねちょっと硬くてちょっと奥行きない感じだなと思ってたんですけど、スープがねだんだんねチャーシューとかねその動物性がスープに馴染んでいくに従ってこうふくよかな厚みのある感じになってきて、あいい感じじゃんっていう、後半になるにつれてスープがドンピシャになってくっていうね技ありの一杯でしたね。ホタテとかねアサリのその貝の旨味がこう存分に出てる、優しくて深みのある美味しいラーメンになってましたね。そしてこちらが、幸い区の方っていうか、まあ、ラゾーナの、ラゾーナ側の駅ですね、出口のその消防署のちょっと行ったところにあるんですけど、焼肉牛王さん、ここのね焼肉ね安くてうまいんですよ。まあ、安くてって言って各激安店ではないんでそこそこしますけど、この味の割にはなんでこんな安いのっていうぐらい僕的には安くてうまい店ですね。僕的には鶴見川崎で一番美味しいと思える焼肉屋さんですね。この日はね1週間ぐらい前ですかね、予約取ってもらってたんで、まあ入れましたけど、いつも人気で週末とかなかなか入れないお店なんですよね。で別に高くもないし、クオリティはもう本当にすごい高いので最高の店だと思います。本当にねもう超絶おすすめ焼肉屋さんです。ポコ的機会がある方はぜひ行ってみてほしいと思います。実はねここのカルビクッパがまたうまいんですよ。僕締めって基本はラーメンなんですけど、牛を来たらもうカルビクッパ締めですよね。もう最高に美味しいです。こちらが京急川崎の近くにある箱根そばさんですね。僕は今回こちら初訪だったんですけど、まあ立ち食いそばとかそういうのってなんか僕も同じじゃんと思ってると思うんですよね。だから袋からそば開けてパパってやるとことか冷凍のとことか、まあいろんなスタイルだと思うんですけど、今回ねここ美味しかったですね。まず麺がうまい、たぬきそばのたぬきがうまい、でわかめが入ってるってもう最高じゃないですか。でスープが効いててめちゃくちゃうまい、ネギもしっかり入ってる。なんか僕立ち食いそばだったらもう箱根そばでいいかなっていうぐらい美味しかったです。そしてこちらがラゾーナ側のちょっと裏にある、海鮮居酒屋伊右衛門さんですね。なんか知らないですけど、ここラオタの聖地となってるんですよね。ラーメン好きのお客さんたちが夜な夜な集まり、どこそこのラーメン屋の悪口を言ったり、どこそこのラーメン屋のを褒めたりというね、そういうミーティング施設となっております。こちらね、まあ冗談はさておき、めちゃくちゃ日本酒美味しいのが置いてあって、またね
料理がねレベルが高いんですよ。この日はね本当申し訳ないんですけど、あまりに楽しくて美味しすぎて、もうこのカラスミしか写真が残ってないという。次ねぜひあのいっぱい料理アップしたいと思います。そしてこちらがね、あの京急川崎の近くの神田屋さんですね。まああの、まあ、激安の電動チックな飲み屋さんで、まあそつなく安く美味しくっていう感じですね。今回ね川崎第4弾やらせていただいたんですけど、まあ本当に川崎はもう僕の第二の、ホームとも呼べる街なのでね、また5弾6弾でやりたいと思いますんで、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。明日もでした。